平野紫耀キンプリ振付師とダンスコラボ68万件いいねが殺到、最高、鳥肌案件。日本のエンターテインメント界において、平野紫耀の名前は常に注目の敵です。そのキンプリのメンバーとしての成功から、俳優としてのキャリアを築き、今回はダンス界での新たな挑戦が話題となりました。 平野紫耀がダンサーリーハタトップのコラボレーションでインスタグラム上で繰り広げたダンスパフォーマンスが SNS 上で大きな反響を呼び起こしました。この記事では平野紫耀とリーハタへのコラボレーションについて詳しく探求してみましょう。平野紫耀のダンスコラボ。 音楽と共に魅了2023年の初週、日本のエンターテインメント業界は平野仕様の新たなダンスパフォーマンスで騒然となりました。戸部所属の平野仕様は27日までに自身のインスタグラムにダンサーリーハタトップのコラボレーション動画を投稿し、驚くべき反応を引き起こしました。 この動画は、ショーン・コムズの楽曲、ブロウェイ・チエックに載せられ、まるで一つのアート作品のようなダンスパフォーマンスで視聴者を魅了しました。リーハタを振付師としても高く評価され、過去には平野市要が所属していたキングプリンスへの楽曲、一番や月読みの振付を担当していました。そのため、平野とリーハタへのコラボレーションは、 ファンにとって特別な瞬間となりました。SNS への反応、ファンと有名アーティストからの賞賛平野市要が自身のインスタグラムに投稿した動画は短期間で驚異的な人気を集めました。68万件以上のいいねがつき多くのコメントが寄せられました。 その中でも、米国のラッパーである ZOEY ドラズコープのコメントが注目を浴びました。彼は YEA、アイムトライナブロデイチエックと興奮し、平野とリンハタへのダンスに対する彼自身の興奮を表現しました。また、平野仕様のファンからも熱烈な支持が寄せられました。コメント欄には最高すぎてます。 楽しそうに踊ってる姿が最高です。こんな贅沢なコラボ、ありますかファーストってことは、次回もありますか鳥肌案件、商店。人間の諸行を超えてきたな惚れ直したといった絶賛の声が相次ぎました。コラボレーションの背後にある異平やを鳥肌へのコラボレーションは、単なるエンターテインメントの一瞬の輝きではありません。これは、日本のエンターテインメント業界において、 異なる分野のアーティストが協力し、新たな可能性を開拓する重要な一歩と言えるでしょう。特に振付師としてのリーハタへの存在は、ダンスパフォーマンスにおいて重要な要素であり、その才能を活かすためには優れたダンサーが必要です。平野の仕はその役割を見事に果たし、コラボレーションによって互いのスキルを高め合いました。 このようなコラボレーションが続くことで、日本のエンターテインメント業界はさらなる進化を遂げるでしょう。ファンからの期待と、今後の展望平野市を取り旗へのコラボレーションが大きな話題となり、多くのファンが次回のコラボレーションに期待を寄せています。コメント欄には、ファーストってことは、次回もありますか、という問い合わせが多数寄せられ、 今後の展望について熱い議論が繰り広げられています。このコラボレーションが成功したことで、ヒラの仕様やリーハタ、そして日本のエンターテインメント業界全体にとって新たな可能性が明けたと言えるでしょう。今後の展望として、彼らがさらに多くのプロジェクトで協力し、新たなエンターテインメントの扉を開くことが期待されています。 平野紫仕様とりハタへのダンスコラボレーションは、音楽とダンスが融合し、SNS 上で大きな反響を呼び起こしました。ファンや有名アーティストからの賞賛が相次ぎ、このコラボレーションが日本のエンターテインメント業界における新たな可能性を示すものであることが証明されました。 今後の展望に対する期待も高まっており、平野市を鳥居旗がらなるプロジェクトで共演することで、エンターテインメント界に新たな光を放つことでしょう。このコラボレーションは、日本のエンターテインメント業界において、協力と創造性の大切さを示す典型的な例と言えるでしょう。ステン